はい、スタート。はい、じゃあまず小型軸準備運動、まず1番目の大きく背伸び、タケノコ運動ですね。はい、それじゃあまずやらせてみます。それじゃあ手を大きく上げて、ここのところでまずポイントはなるべく耳の後ろ、耳の横、耳の後ろに手をくっつけるぐらいまで上げて、手のひら同士をピタッとくっつける。で、なるべく真上に真上に。で、横から見た時の横から見たときに、だいたい腰を反らしてるんですけども、腰を反らさないように少しお腹をへこませて上げる。視線は少し遠く、お腹をへこました状態。はい、この状態を作ってから背伸びします。はい、はい、はい、それで背中を反らさない、お腹を前に出さない、骨盤を前に出さない。これをキープしながらだいたい10秒ぐらい。1、2、3。4、5、6、7、8、9、10。それでだんだんもっと高く、もっと高く、もっと上に、もっと上にっていう、そういう意識をつけさせてください。